はいどうも、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、5月から始まる改定まとめということで、今回は改定や新たに始めることのまとめ動画ですね。この動画ではお得に関する情報というより、クレジットカードやポイントなどについて新たに始まることやルールの変更などについて2手順にまとめました。かなり重要な内容も含まれておりますので、普段ご自身が使っているサービスがあるか含めてですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは いってみましょう。ということで今回はざっと12個に分けてお伝えできればと思うんですけども、まず一つ目は2023年4月5日バニラビザギフトカード 3D セキュア2.0ということで、こちらは5月の情報ではなかったんですけども、まだちょっとね動画でお伝えしてなかったので、簡単にお伝えすると、今出てるようなこのビザ加盟店で使えるビザのギフト、バニラビザギフトカードというのがありまして、よくね、ファミリーマートとかでも見かけることがあったりすると思います。こういったカードが今回ですね、ビザはセキュア 3D セキュア2.0が導入されました。これは4月の5日 から導入されておりましてこのビザセキュア 3D セキュア2.0というのはオンライン取引におけるカードの不正利用を防ぐことを目的とした本人認証サービスですと第三者による不正リスクが低いと自動判定された取引にはパスワード等のご入力なくそのままお取引が完了しますお客様に特別な対応をお願いするものではございませんということでまさかのねちょっとポサカードでこういった 3D セキュアに対応するというのはねすごい個人的にびっくりはしたんですけどもまあ、3D セキュアに対応することによってまあ、いろんなね決済サービスと連携ができるという とことがまあちらほらと噂はされてたんですけども、僕が調べる限りは見た感じはですね、D 払いとかスイカそしてペイペイとかはおそらく連携はできるような感じだったんですけども、他にも例えばパスモとか、まあ、キャッシュトヨタオレット楽天エディミクシィ M イデアここら辺はですねちょっとできなさそうでした。もしバニラビザギフトカードはこういった感じなのと連携できましたよとかうまくチャージできましたよというような情報があればですねコメントで追記していただけるとめちゃくちゃ助かります。次2つ目こちらですね4月30日にファインペイのキャンペーン一部 ということでね、あの大人気のキャンペーンの一部終了するということと一部の改定というのがですね既に発表されておりまして、ファミペイの5と0ロの月日この日にですねポサカードをファミペイで支払いすると1.5%還元というキャンペーンが4月いっぱいまで開催中でございます。ですがここに出てるように5月以降については本キャンペーンから楽天ギフトカード、楽天エディギフトカードは残念ながらですね対象外になっちゃうんですよ。なのでまあそれ以外であれば1.5%還元なのでまあアップルギフトカードであったりとかアマゾンギフトカードまあ、そう 購購入入すすれば、まあ、お得にでできると思うんですけどもこの2つがですね、ちょっと今回は対象外となると。で、これと合わせて、4月いっぱいでこちら、ファミリーバートでファインペイ払いをすると、ボーナス2倍っていうキャンペーン、こちらも4月いっぱいで終了でございます。このキャンペーンはですね、毎日ファインペイボーナス2倍っていうキャンペーンだったんですが、そして毎月開催される予定ではあったんですけども、残念ながら4月30日で終わっちゃうと。なので、よく動画で紹介してた JCB ブランドのクレジットカードでファインペイにチャージをして、そのファインペイのチャージされた残高を使って、楽天ギフトカードを 購入して楽天ペイで決済するそうすることでこれらの特典をゲットできてはいたんですけども5月の1日からですね2つのキャンペーンが終わってこの状態であれば楽天ギフトカードの購入ができそして楽天ペイで決済ができるということでございますまあ、なんちゃかんちゃこの方法でもお得ですよねファインペイカードも同様にこちら0.5%還元でファインペイにチャージができていたんですけども2番と3番がなくなるのでこういった感じにもし楽天ペイで決済する場合については実質まあ2%還元になるということでファインペイといえばこちら翌月払いというサービスがあるんですが 翌月払いもね、0.5%上乗せのキャンペーン中なんですけども、この2番と3番が終わることによって、このやり方で楽天ペイで決済することで、まあ、実質2%還元になるということですんで、まあ、普通にね、クレジットカードの1%を使って決済するよりかは、ちょっと還元率高めでね、決済ができちゃったりもするので、今後も使い方によってお得に使えるかなと思いますね。なので、この動画を出してるのはおそらくまだ4月中なので、4月いっぱいですね、取り組みたい方はですね、今のうちに購入するというのも方法かなと思います。では、ここから5月1日以降の情報にはなるんですけども、 AU 自分銀行の自分プラス改定ということでね AU 自分銀行では自分プラスというサービスがありましてこのサービスっていうのは残高や取引に応じてポンタポイントがもらえる倍率が最大15倍であったりとか ATM 出金手数料が最大15回そして振込手数料が最大15回それぞれ無料になるっていう感じでねすごいお得なんですよで毎月ねこういった風にスタンプを集めてってご自身のステージを上げていくっていう感じでねそれをね楽しみながら毎月ミッションをこなしていくって方すごい多かったと思うんですよ結構多くの方がねプレミアム15倍をね狙ってね やられてたと思うんですが、まあ、それがね今回改定するということで、自分プラスポンタポイントがおたまるお取引ポイント加算条件の一部変更追加について5月1日より適用されるということですね。で変更追加となる加算条件として5月の1日からはここですね積立投資のとこではあるんですけども、これまではまあ外貨自動積立を使って合計10万円まで投資をされてた方いらっしゃると思うんですが、それが積立合計金額が5万円までで新たに FX っていうジャンルが追加されて AU 自分銀行 FX を 使えば、まあ、ポイントがもらえるということそして毎月のポイント上限も変更されてこんな感じになりますよということですねなので5月1日以降のお取引で貯まるポイントとして今出てるようなこういった取引でポイントが貯まるそして毎月の上限ポイント数もこんな感じで最大で一応月2430ポイントまで習うことはできるんですけどもまあ、FX をされる方ってかなり少ないかなと思うのでこれをもらえる方はめちゃくちゃ限られてくるのかなと思いますねあとはこの積立投資のポイント加算条件というのもまあ、一部変更はされるんですけど まあこれまでであれば、例えば3月の間に積み立て投資をすると、4月初旬頃にポイントが加算される。で、4月積み立て投資をした場合は、5月初旬頃にポイントが加算される。ですけども、5月からした場合については、6月初旬頃にポイント加算はされるんですけども、新条件として、4月1日から5月30日、31日に払い戻し取引がある場合については、ポイント加算の対象外になっちゃうんですよね。なので、まあ、期間を空けて取引をすれば、うまくね、狙うことができるんですけども、まあ、ちょっとね、その設定であって たりとか、いつすればいいのかっていうのがちょっと面倒なところにはなってくるのでなんちゃかんちゃポイントは狙えるかもしれないんですけどもまあこれまでよりちょっとやり方がちょっと複雑になるかなっていうイメージになりますなのでちょっと気をつけてほしいのは AU 自分銀行の自分プラスで毎月ね、10万円外貨積立てとかをされてた方はですね、ちょっとその設定の変更とか解除とかをですね、ちょっと忘れないようにしていただければと思います。そして5月の1日こちらもあります。LINE クレーカー改定ということですね。まあ LINE がね提供する VISA LINE PAY クレジットカードというカードがあると思うんですけども、その の利用特典の変更がですね、発表されております。このカードの特徴っていうのは、年会費発行手数料無料でね、まあ利用したら LINE で利用通知をもらうことができて1%還元で比較的使いやすいクレジットカードではあったんですけども、今回はそのサービスの一つであるそのチャージペイ、これに対する LINE ポイントの還元特典を2023年4月30日利用分にてまあ終了いたしますと、2023年の5月の1日から6月30日までの間は、LINE ペイの請求書払いを除くチャージペイ でのお支払いに対するラインポイント0.5%還元に加えて LINE ポイント総額60万ポイント抽選キャンペーンを開催いたしますということでございますまあ、一見ですねそんなに変化なくねっていう風に見えるかもしれないんですけどもまあ、ちょっと見てほしいのはこの比較の部分ですね2023年4月30日までであればチャージ &Pay での支払いで0.5%還元なんですけども、まあ、こちらも一応0.5%プラスキャンペーンがあるんですけども先ほどちょっと読み上げたように LINE ペイの請求書支払い除くということなんですよなのでこれまでビザ LINE ペイクレジットカードをくっつけてチャージペイで請求書を払い請求書支払いをですねされてた方は5月の1日からですね残念ながらポイントがつきませんのでちょっとこの部分は気をつけないといけないかなと思いますまあ、ちょっとどころではないですねせっかく請求書支払いでお得にポイント還元がもらえてたものがもらえなくなっちゃうまあ、特にポイントが興味なくて自宅でサクッと支払えば OK、まあ、そういった方はですねまあ、特に気にしなくてもいいと思うんですけどもチャージペイを利用されてた方はですねちょっとこの 気をつけてください一応ですね、あの、三井住友カードを持ってる方がいらっしゃれば、こういった方法もあるんですが、三井住友カードが発行するビザブランドのクレジットカード、ANA カードを全件修除くでのチャージペイご利用特典、これについては特に変更はないということですので、まあ、三井住友ナンバーレスとか、そういったカードを使ってチャージペイを利用されたい方は、ビザブランドであれば、一応チャージペイが使えますんで、まあ、そういった方法もありますよということも少し覚えていただければと思います。で、ちょっと先ほど出た三井住友カードの話題に関連するです ですけども5月の1日三井住友カードの V ポイントから新サービスが始まりますこちら三井住友カード5月の1日に適用開始ということで公式ページには改定対象として家族ポイントサービス特約ということで特にまだ専用ページは出てないんですけども利用規約がですね変更されたことがすでに情報が出ております V ポイントを家族に分ける機能を提供いたしますと当機能により当サービスの主会員および住会員は V ポイント規約11条の規約にかかわらず当サービスに設定されている別の 会に対してまあ、ご家族に対してです、ね、V ポイントを分けることができるものとしるす。V ポイント規約あ条の規定にかかわらずでこのに従って、当サービスに選定されている別の会に分けられたポイントには、当社が別途定める有効金が設定されます。当機のによって分け与えた V ポイントについては原則として差し戻しできませんということですので、まあこれはですね、まあご家族とかで V ポイント貯められてるとか、まあ利用されてる方、そういった方であれば、まあもしかするとどこかの場面でこの分けるというサービス サービスが活躍するかもしれないのでまあこれは正直使い方によるかと思うんですけどもまあ人によってはお待ってましたみたいなうん良さそうじゃないっていう風に思う方もいらっしゃるかなと思いますんで一応5月の1日にもう家族ポイントサービスのまあポイントを分けるというサービスが始まりそうな感じではありますので少し興味がある方はですねこの日確認していただければと思います次6個目は5月の1日モバイル以降か楽天カード改定ということなんですけどもまあ少し前にですねこのモバイル以降かというサービスまあずっと噂がされててやっと始まったサービスの一つではあるんです ですがこのモバイルイコカのサービスではあるんですけどもまあ、現在は Android 版しかちょっと対応はしてないんですけどもそういった今モバイルイコカを利用されている方ちょっとこの部分は気をつけてくださいということでこちら楽天カードの公式ページではあるんですけどもこのカード利用獲得ポイントの還元率が異なるご利用先ということなんですが、まあ、ポイント申請対象外の項目の中にここ他社決済サービスへのチャージ分 Apple Pay、Google Pay 経由のチャージ含むというところにここにですねモバイルイコカ2023年5月1日利用 条分より適用ということなんですよまあ、これ簡単に言うと楽天カードを使って今出てるこういったモバイルイコカにチャージをすると楽天ポイントが付与されませんということでございますまさかね楽天カードもすぐにここに対応してくると僕はちょっと思ってなかったので結構早いなと思いましたねなのでもし楽天カードをメインカードで使っててモバイルイコカのサービスが始まって早速楽天カードでバンバンチャージをされてた方はですねまあ、残念ながらですね5月の1日からですねまあ、ポイント対象外ということにはなりますので絶対にこの部分気をつけてください もう無駄にチャージしてしまうと本当に意味がないんで、まあその場合、まあご自身の他の、まあサブカードであったりとか、ちょっとポイントチャージの対象っぽいカードがあるかどうかですね。今一度見ていただければと思います。次、七つ目はこちらセゾンマイルエスクラブ改定ということなんですけども、まあこちらについてはセゾンカードを持っている、まあ一部のマイラーの方向けの情報にはなるんですが、セゾンマイルクラブ、一部カードにおけるサービスの終了及びサービス年会費改定についてということなんですけども、この度ショッピングご利用でマイルが貯まるサービスセゾンマイルクラブ、これについて。 2023年5月更新登録分より、以下の通り、一部カードにおけるサービスの終了及びサービス年会費を改定させていただきますということでございます。まあ、例えばこのカード名セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカード、サービスの年会費については、改定前は無料だったんですけども、改定後については、このサービスの年会費として税込5500円かかりますよと、年間積算マイルが15万マイル到達で、次から、ま、年会費が無料になるということ。で、改定時期なんですけども、2023年5月更新登録分からということでございます。 セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードこのサービスの年会費これが税込4400円だったんですけどもこれが9900にアップするということで改定時期も同じですねなのでこのサービスを使ってまあ、マイルを貯めてた方からするとまあ、結構大きなニュースに一時期はなって言われたんですが以上ですねこういった風になっておりますよということだけ目を止めていただければと思います次8つ目なんですけどもこちらについては明確な日程はちょっと決まってないっぽいんですけども三井住友カードのオリーの定額自動送金サービスについての情報ですこの三井住 みとも銀行の定額自動送金、きちんと振り込みということで、まあ、これについてのね。私は情報ではあるんですが、いわゆる定額自動送金サービス。これがまあ4月の3日、18時より定額自動送金の新規申し込み受付を再開いたします。なお、安定したサービス提供のため、定額自動送金の新規申し込みは1件までといたします。既にお申し込みいただいているお客様は追加申し込みはいただけませんのでご了承ください。そしてここですね。5月中をめどに追加の。申し 仕込みを可能とととすすすする予定定ででがが時期が確ししたたいいいい別途をホーームページに掲載いたしままうことでございますなのでね、僕はとりあえず、まあ、少し前の動画でちょっとアップはしたんですけども、このサービスが始まって、僕はちょっとね、設定することができなかったんですが、ちょっとサービスの再開があって、とりあえず今は一件申し込んでる状態ではあるんですけども、まあ、5月中ぐらいから、ま、あおそらくね、またさらに追加ができるような感じのね、書き方かなと思いますんで、まあ、これについては、ま、ツイッターとか、何かしらの情報でね、僕も お伝えできればと思いますんでちょっと定格自動送金サービス追加したかったんですよっていう方はですね一応5月中かなというところもまあ、頭の片隅に入れていただければと思います次9つ目これはですねめちゃくちゃ待ってますという方はいらっしゃるのかなと思いますこちらでございます MixCM リアルカード新サービスということなんですけども、まあ、先日ですねあの MixCM の公式ツイッターが2023年4月の18日にまあ、こういったはみたいな感じの何か言いたそうなことをツイートされてたんですよなので僕 もうめちゃくちゃリニューアルされてたんですよ。間をつなぐイノベーションということでね、もう全然違うね、ホームページになっておりました。まあ、せっかくなんでね、ご紹介できればと思うんですけども、MixCM とは認証から決済までのワンストップで提供できる基盤システム、ウォレットサービスですと、ビジネスからエンタメ領域まで様々なサービスの間、これまでいいんですかねをイノベーションすることをサービスコンセプトとして、ID 認証基盤やウォレット機能、金融システムを展開 しています M が意味するもの。m i x i M の M ですかね。様々なサービスには、ユーザーや他サービスとの間が存在します。M はその間、間ですね。アイデアではなくて間の M ですね。<laughs> m i x i M は人やサービスのつながりを広げるため、間をイノベーションし、間の代替えとなることを目指しています。m i x i M の活用方法、ID で間をつなぐと、Mixi の様々なサービスで共通して利用できる便利な ID を提供しています。アカウントを登録することで、個人 ID、決済情報など、サービス間でっていう言い方があってるのかなで連携 して利用することが可能です対応サービスは順次拡大予定ですということですので今出てるサービスからまた何かが出てくるかもしれないということそしてアプリでもっと幅広くということで皆さん見てください待ってましたねここちょっと拡大したらこんな感じでございますバーチャルカードそしてリアルカードということでございますこれ待ってましたよって方はぜひ、ね、グッドボタンを押していただければと思うんですけどもカードプリペイド式のブランドカードを発行しています MixiM アプリをダウンロード後バーチャルカード 発行いただきウォレットにお金をチャージすることでオンラインショッピングで決済ができますまた実店舗でも使えるリアルカードも発行 発行予定でですすリアルカードは街中のビザ加盟店でご利用いいただけますということで、まあ、これまでですね、m i x i M の一つ前の名称、6g というサービスの時は、リアルカードはね、有料で発行することができてはいたんですけども、こちら m i x i M のサービスになってから、まだこのリアルカード自体の発行はなかったんですよ。ですが、今回このホームページリニューアルされたことによって、まあ、県面を見るとですね、ちょっと透けてる感じのイメージですよね。後ろのね、この方の指がですね、映り込んでるのがちょっとわかるか かと思います僕が持ってる 6g のねカードもちょっと透けてる感じではあるんですが今回この m i x ー M のカードもまあ、全体的に透けてるような感じなのでかなりで、ね、ちょっとかっちょいい感じのカードにはなりそうかなと思いますでこれで,ですね僕ツイートでツイートした時になるほどなと思ったリプライがありましてあの僕が持ってる 6g のリアルカードの有効期限が2024年の6月までなんですよなのであと2ヶ月ぐらいで有効期限切れる感じではあったんですがおそらくまあそれに合わせてくる感じでまあリアルカードが 発行するされるんじゃないかなという風にもまあ言われてた感じなのでそれはね結構納得しました新たにね 6g のカードが来るかなと思ったんですけどもまあこれを見た感じね僕みたいに有効期限が切れる人はですね MixiM で再発行できるような感じもしくはそれが届くような感じの雰囲気はありますよねなのでねこれはちょっと情報が出次第ですねまたちょっと新たに動画にするかもしれませんもう少し続きがありましてギフトということでこれは今もあるサービスなんですが MixiM で利用できるギフトサービスです MM ギフトカード 購入して送ることができ送ったギフトカードはオレットにチャージしてカードなどで利用することができます受け取りには相手の方が Mixi アプリを持ってる必要がありますので一応そういったサービスもありますということでもう少し下がありましてカミングスーンということなんですけども追加機能近日公開予定ただいま準備中ですということですんで、まあ、とりあえず今わかる情報は、まあ、今回のまあ衝撃的な一つのニュースであったリアルカードがまあ出てくるかもしれないということと対応サービスは順次拡大 予定ということですのでまあ、様々なねサービスが m i x i m では展開されてはいるんですけどもこれがですねかなり広くなってくるような感じかなという風に思いますなので近日中なのでハテラにさせてはいただいたいんですけども個人的にはめちゃくちゃ早く情報出てきてほしいとこではありますねでは次10個目なんですけどこれもねちょっと衝撃だったんですよヤフーショッピング改定ということなんですけどもこちらヤフーニュースからですねちょっと一部ピックアップをさせていただいてこのネットショップ担当者フォーラムさんの記事からちょっと P 引っ張ってきましたヤフーヤフーショッピングの一部不要特 をペイペイポイントからヤフーショッピング商品券へ切り替えということなんですけどもヤフーは7月からヤフーショッピングの一部キャンペーンで付与する特典をペイペイポイントからなんとヤフーショッピング商品券に切り替えるような感じのニュースが出てきて正直びっくりしております5月の18日からテストキャンペーンを実施7月以降の5のつく日キャンペーンで付与する特典をヤフーショッピング商品券に変更するヤフーは他のキャンペーンも実施しているがまずは5のつく日キャンペーンで付与特 店を切り替えるということでして、まあ五のつく日ね有名だと思うんですけども、この五と十五、二十五日、まあここでエントリーをしてキャンペーンに参加すると、まあ最大でね四パーセントのペイペイポイントがもらえるということなんですが、それがヤフーショッピングの商品券に切り替わるみたいです。ヤフーショッピングの商品券についてなんですけども、ヤフーショッピングの商品券っていうのは、まあ、その名の通りヤフーショッピングで使えるお買い物券ですね。例えば千円のお買い物で千円分の商品券を使うと実質無料と、千円分でその商品券使えば実質無料。ちょっとしたクーポン。 みたいな感じですね。2000円のお買い物で1000円分の商品券を使うと1000円がもらえると。まあ割引みたいな。まあ、そういった感じなのがもともとあるということなんですが、まあそれが5のつく日で PayPay ペペポイントじゃなくて商品券に変わるんで、またちょっとこれニュースの情報などで公式のプレスリリースがちょっと出てないっぽいんですけども、これは正直個人的に結構ショックです。まあ Yahoo ショッピングの利用品の方が多いので、僕的には PayPay ペペポイントがもらえた方がね、いろんなところで使えるのでそれがいいんですけど、それがちょっと商品券に変わるということなんですよね。ここに出てる情報っていうのはおそらく その出品者側の方のことだと思うんですが現在ヤフーショッピング商品券の提供設定は出店者のに今後利用できる支払い方法設定でヤフーショッピング商品券を必須にする必須設定は6月13日火曜日を予定しているということでございますまあ正直これについてはかなりね賛否両論が出てくるかと思いますので何か思うことがあればぜひコメント欄でいろいろ書いていただけると嬉しいというよりかは正直気になります僕は正直ペーペーポイントが付与されてほしいというのが本音でございます次 11個目がこちら、楽天エディから楽天キャッシュということで、これ僕毎回言ってる気がしますね。なんか以前のまとめ動画でも言った気がするんですけども、こちら10月19の時に楽天キャッシュを楽天エディにチャージできる機能を提供開始ということで、まあわかりやすいイラストがこんなうに出てますね。楽天キャッシュを楽天エディにまあチャージすることができるということで、まあ楽天エディをメインで使ってた方はですね、比較的お得に使えますよということなんですが、この青矢印のところ、来春より提供開始ということで、この楽天エディに エディの残高をを楽天キャャッシュにチャージをするという方法これがですね、去年の10月の19日から噂がされてて、いわゆる今年の春に提供される、もう春はね、もうもう終わるに等しいになってくると思うんですけども、もうすぐ夏は来そうな感じではあるんですが、まだまだ今のところで、ね、特に情報はなくて、サービスが出てなかったんですけども、4月の6日にですね、こういったプレスリリースが出ておりまして、楽天ペイア,アプリ楽天キャッシュを楽天エジィにチャージをして支払い可能にという、もう正直ごちゃごちゃになってきて、 何が何やらってなってくるかもしれないんですが一応こういったサービスのプレスリリースが出ておりましてその記載されている内容の中をよく読んでいくとこの部分ですねまた今後楽天エディから楽天キャッシュにチャージできる機能の搭載も予定しておりオンラインとオフラインのシームレスな決済体験を提供しますということで一応今年の4月のプレスリリースのところでもちゃんと予定されていることはこんな風に掲載されているので間違いなく サービスは出てくると思うんですがまだ明確に日程が出てはいないっぽいんで一応今回のまとめ動画にもまあ含めさせていただきましたそして最後12個目はこちらモバイルイコカアップルペイということで先ほど一部紹介したモバイルイコカがですねイコカが2023年内にアップルペイに対応しますということの公式の発表が出ておりましたあなたの iPhone と Apple Watch が使えるイコカが年内に登場ということでちゃんとねリアルタイムズの公式リリースとして出ておりました特に明確な日程は決まってないんですけどもとりあえず 2023年内に開始がされますカード読み取り部にモバイルデバイスをタッチするだけで交通利用やお買い物のお支払いができるイコカのサービスが iPhone や Apple Watch の Apple Pay でご利用いただけるようになりますお使いのイコカカードを Apple Wallet に追加して Apple Pay のイコカにより iPhone や Apple Watch でのお支払いが可能になりますもちろん Apple Pay を使ってどこでもチャージや定期券の購入ができるようになりますサービス内容や開始日については改めてお知らせいたしますということですので まあ普段からイコカをね、利用されてる方、まあそういった方はですね、かなり待ち遠しいかなと思いますんで、また何かしらの情報があれば、まあツイッターもしくは YouTube とかでね、お伝えするかもしれませんので、気長に待ってみましょうということですね。ということで、ざっと12個で,ですね。まあそんなこんなで今回は2023年5月から始まること、そして改定されることについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ僕が今お伝えしたこの12個の中で、やっぱ一番気になるのは正直この9番のところですね。MixiM のリアルカードの審査 サービスまあ、これが一番気になりますね。特にリアルカードですよね。僕はリアルカード持ってはいるんですけども、最初の頃はね、本当に必要性あるのかなという風に思ってたとこではあったんですが、後々ね、どんどんこのサービスを使うことによって必要性をすごい感じて、まあ、その時に発行すればよかったというコメントもね、たくさんいただいたので、まあ、正直ね、この m i x c m のリアルカード早く出てきてほしいなというところも本音でございます。あとはね、au 自分銀行の自分プラスもね、ポイントが改定されるので、これまで本当にありがたくね、ポイントももらわさせていただいたんですけども、今後もね、こんな感じに使うのか、またちょ 情報がまとめればお伝えするかもしれませんのでそち,そちらもねお待ちいただければと思いますまあ、他にも今年の5月とかそういえばこれありましたよとかこれが抜けてますよというものがあればですねぜひコメントで教えていただけると嬉しいですで今回ねいろいろ動画内で参照させていただいた公式のリンクであったりとか引用させていただいた記事のリンクもですね概要欄に貼っておくのと動画の感想もあればぜひ遠慮なく書いてくださいもうミク CM 待ってましたとか V ポイントのこの家族に分けるサービス使えそうだなとかそういった感じのコメントでも構いませんのでぜひ遠慮なく書いてくださいということ 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。